蓮舫が大炎上批判され隠蔽も田崎志郎で二十九日に立憲民主党の蓮舫さんが自民党の政治と金の問題に関し数十万円があたかも軽いことのように発言される田崎志郎さん法律と税制の枠外の流れはすべてアウトです安倍派がいなくなって何が困るのでしょう何を守っての発言でしょう立法府に身を置くに値しない議員は 一掃されれるべきですすなどと批判ささ大炎上してしててままっておりますさらに、蓮舫さんはこの批判に対し同様の問題を引き起こしている立憲民主党の安住淳さんや蓮舫さんの国籍法違反事件などに関する批判が寄せられたのにそれを表示にして隠蔽されてしまっていることも確認されてしまっておりますが、まあ、こちら、まあ、結局、この政治と金の問題に関しても現状、 立憲民主党などのおかしな野党の皆様は批判ばかりで止まってしまっておられますけども国民の皆様有権者の皆様の政治不信が高まっているものと思われますので蓮舫さんだけではなくすべての国会議員の皆様には国民の疑惑の目はご自身たちにも向けられていることを自覚していただき例えば政治資金規正法に基づく監査が まあ機能していないように見える問題などに対処していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。